かっこいい、渋い、そして経年変化、隣の服とかにオイルがねつくんですよ。オイル単品では全然臭ないんですよ。全然匂ってても臭いなっていう感じはないんやけども、はい、本日ですねこちらバブアーのいいとこ悪いとこをご紹介していきたいなと思います。こちら購入して約4年が経ちました。で、皆さんの言いたいこと分かります。4年経ったけどお前来てへんやろと。もうサムネにも出してますけど、2020年の10月頃に買ってますよね。この下向いてサムネ撮ってるけども、この時から確かに皆さんおっしゃる通りでございます。外へ一回も来て出ておりませんので、ここにバブアーがあるわけなんですけど、じゃあお前なんでそのいいとこ悪いとこ分かんのっていうと、先日視聴者さんにバブアーのいいとこ悪いとこって何ですかっていう話したんですよ。そしたら僕の視聴者さんって、まあ言うたら僕と類友じゃないですか。大体似たような人なんで、バブは持ってはるんですよ。なら、その時にこれがいいですよ、あれがいいですよっていう声が結構出てきたんで、それを皆さんと一緒に見ていこうと。だから僕より長いこと着てる人とかいっぱいいてるし、逆に僕よりまた短いんですっていう人もいてるんですけど、まあそれを見ていこうということなんですが、バブはといえば、まあこういう感じの、ちょっとカーキ、緑っぽい色味っていうか多かったり、まあオイルとかがあったりするんですけど、最近はこうオイルじゃないやつが出てきたりとか、あと別注バージョンとかで派手なオレンジが出たりとか、あとね、それこそバブアーの本店からボルドーっていうちょっと赤みっぽい色味、まあこっちにも画像出てると思うんですけど、それが2024年の新色で出てたりするみたいなんで、まあ興味ある人はね、見てもらえばいいかなと思うんですけど、まあ定番のところは多分おそらくこれビデイルって形なんですけど、これのこの色味が一番ベーシックっちゃベーシックなんちゃうかなと思うんですけど、一緒に見ていきましょう。まず皆さんが良かったっていう点があります。でそれをね見ていこうと思うんですけど、まず一つ目、良かったっていうところパッて見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃスタンダードなんですよ。これやっぱり100年以上続いてる歴史っていうところを考えたら、すごいこういうちょっと細身のパンツとも合うし、後でも履こうと思ってるんですけど、ちょっとワイド系のパンツとも合うんですよ。それなんでなんかっていうと、絶妙な形というか大きさになってるんですよね。ちょうどね体に沿うっていうんかな、まあ、特に後でもちょっと紹介しようと思ってたんですけど、この肩周りのフィット感ってすごいんですよ。でこれがもう昔からクラシックに語り継がれてるラグランスリーブが楽とか、ラグランスリーブがいいっていうお声やったんですね。でそれがどういうことなのかっていうと、このラグランスリーブってここに縫い目ないですよね。普通ってこう肩にこうガッチリ縫い目あるじゃないですか。でこの肩が縫い目あって、こうダウンベストみたいに肩があって、腕だけまた別でつけるっていう状態なんだけど、このラグランっていう、この元々ミリタリーから発祥されたラグランっていうおじさんが作ったって言われてるね。ラグラン伯爵かな、なんか忘れた、もうそういう雑学に関してちょっと忘れたからネットで調べてください。それは何がいいかっていうと、この肩のね、その縫い目がないっていうことなんで、人によって肩幅って違うじゃないですか。だから同じ38着てても、僕より肩幅ごつい人もいてるし、細い人もいてるんですけ どう、そういう多少の前後であったらしっかり吸収できるというか、どこで着ても問題なく着れるっていうのがこのラグランスリーブのいいところなんで、まあ、着やすい。だから僕は今だったらロンティしか着てないですけど、例えばインナーにダウンベスト着ましたってなった時にも、こっからもうちょっと外に肩が行くと思うんですよ。でその時でもピュッてこれが外に行っても全然問題ないようになってるので、まあ、ラグランスリーブが楽ちんであるというお声があったりだとか、あと大人な雰囲気、これ見たら分かりますよね。このいかにもシック落ち着いてるモノトーンな色味なんやけど、よくよく見てみると、この深いこの緑っぽいね、あのカーキの味わいがあるような奥深さというか、でそのそれでいて首元にはコーデュロイのこのブラウンが使われてるじゃないですか。でこれによってなんかちょっと大人っぽさがあるよねと。ただ見方によったら作業着感があるっちゃあるんやけど、今回そのデメリットでは出てきませんでした。作業着感とかあんま出てこないんだけど、でそれ以外で言ったらやっぱ若年層が着てないっていうから被りにくいっていうのもあったりとかしてて、まあ、若年層が着てない、僕の周りは視覚的大阪市内とかでは着てはるんですよ。20代の半ばとかでも全然バブアー着てたりとかして、それこそなんかね、こんな感じで街中とかでも見るっちゃ見るんですよ。だからあんまりこう若い人着てないかなっていうと、まあ着てるような気はするんやけど、まあ場所とかによったら、まあ結構おじさんの方が多いかなと思うので、まあこんな感じでね、多分街中見ません。なんかこういうちょっとダボっとした感じのパンツ、ホワイトにサングラスかけて、薄いサングラスかけてる若い子みたいな結構見るので僕は。だけどまあ確かに田舎では見えへんかもしれないですね。僕の出身の奈良なんかって絶対ババアでこんな感じの格好着てる子絶対おらんから、もしいてたら奈良県の人 DM ください。あの本当申し訳ないですって謝りたいなと思いますので、よろしくお願いします。で次がですね、まあこれ最後になるんですけど、とにかくかっこいい、ほんでそれでいて渋い、そして経年変化、ちょっと見てみましょう。かっこいいですか、これどう、かっこいいかって言われたら、まあ確かにかっこいいですよね。やっぱ今までこうイギリスの男たちを魅了してきたこのジャケット、バブアーって言ったら日本人だけじゃなくて海外の男たちもこう魅了してるわけじゃないですか。だからやっぱりこう男臭さの中に、この例えばファスナーがゴールドやから、ちょっとこうなんていうの、上品な感じもあるし、でそれでいてシルエットとかもいい感じ、ちょっと細い感じで、こうイギリス紳士みたいな、イギリスってこうどっちかというと細い感じ、全体的にアームホールも細いし腕も細いからスタイリッシュに着れますよね。だからかっこいい、そして渋い、そして経年変化で、経年変化ね、皆さん
さん見てもらいたいなと思うんですけど、あ、すみません、あの僕全く出ておりません、っていうのもなんでかっていうと、ずっとあの袋入れっぱなしだから経年変化出ないです。でもオイルはついてるので、本来なら着ていくと経年変化が出るっていうような仕様にはなってるんですけど、僕ねちょっとね去年ぐらいかな、バブアの別注バージョンというか特別バージョンを買ったんですよ。バラクータとコラボっていうね、あのそれもイギリス同士のコラボなんですよ。だからシルエットを変えずに形だけバラクータの形を生かしたバブアっていうのがあって、それ買ったんですけど、それはねちょこちょこ着てたんですよ。やけどまあさすがに半年とか1年とかではまだそんな経年変化出ないんですけど、やっぱ4年5年着てくるともう色味も変わってくるんでね、そういうところがいいんじゃないかなと思います。そしてやっぱあれですね、フォーマルとカジュアルどっちでもいける。今みたいな感じのこうダボーっとしたパンツとかでもいけるし、ちょっとスタイリッシュに行こうと思うとフォーマルでねちょっと今着替えてみたんですけど、まあこんな感じ、シャツ着てジーパンみたいな、こういかにも30代以上の人がしそうな格好にバブアーをはめるとまたこれが合うんよ。これがまたかっこええのよ。こんな感じでね、まあ、ちょっとこうコーヒーなんて持ったらどう、こんな感じで、もうこれはしないけるでしょ。でだいたいこういう時にこうまあサングラスなんかかけて、ちょっとノートっていうかねメモ帳だけ持ってね、これで行ってたりしたら、あの人すごい手ぶらやけども今からミーティング行くんかなみたいな感じの雰囲気になるかなと思うんで、とにかくフォーマルとカジュアルどっちも似合う。さっきみたいな T シャツ着るだけとかパーカーとかスウェットでも全然いけるけど、僕シャツインしてやるっていうちょっとフォーマルな感じもいけるよねっていうところがこのババアの見どころっていうことになってました。とは言いながら悪いとこも実はあるんですよ。まあそれを見ていただいて、人によってはあこれ俺全然気にならんわっていう人はむしろ向いてると思うんですよ。で逆にあ俺も気になるっていう人はちょっと違うモデル買った方がいいかもしれない。この定番モデル買わずに違うモデルのオイルなしバージョンとかもあったりするし、まあ基本的にはオイルなんですよ。もうデメリットはオイルばっかりで、ちょっと見てみましょうか。まずは重たい。ということで、重たい理由は何でかっていうと、ジャケットそのものが重たいわけじゃないんですよ。ジャケットに関しては、この表地の、これコットンなんですけど、コットンに、まあ裏地にコットンとかウールとか、そのあたりの生地が配合されてるだけなんで、そんなにヘビーオンスではないんですよ。ただ、このオイルをやることによって、オイルって重たいじゃないですか。オイルってあの缶をね、まあ公式サイトとかにもあるんですけど、缶をパッて取ってオイルを塗っていくっていう作業もあったりするんですけど、まあ、そういうオイルがあるからバブアーやっていう人もいてるんですよ、一定ですよね。次はやっぱベタつくっていうところもデメリットとして上がってました。でベタつくことによって何があるかというと、車乗るじゃないですか。でその時にシートにオイルつくんですよ。特にレザー系、フェイクでも本革でもどっちでもいいけど、レザーのシートに関してはやっぱりこのオイルのちょっとベタっとした感じがついちゃう。で後で拭き取ってもなんかオイルって綺麗に拭き取れないんですよ。まあそういうのがあったり、あと乗り物系列で言うと、もう一個あったのが、これ電車に乗っていいかわからんっていう人がおったんですよ。それはすごい真摯な人だと思います。普通そのこと考えてバーンって電車乗ってね、他人につこうが何しようが別に関係あるかいみたいな感じの顔してる人多いんやけども、あしっかり考えられてるなっていう方もいらっしゃいました。で次で他何かっていうと、カビる。カビるっていう人2人ぐらいましたね。でなんでカビるんかっていうと、そもそもカビの原因って湿気なんですよ。で湿度が高いとカビるんですけど、そもそももともとオイル塗ってるから、オイル塗ってる時点で湿度が高いんですよね。要は湿気てる状態、要は濡れてる状態から隣の服とかにオイルがねつくんですよ。ほんでまあこないしてハンガーかけるじゃないですか、家のハンガーですよ。でその隣に例えばこういう違う洋服かけるってなった時に気になりません？これ当たってるのはええんかなって、これこのままでええんかなって気になるから、じゃあやっぱり袋入れとこうかとかね。で袋は入れなくてもなんかで挟もうかなっていう、河川とかでもうオイルついてもええやつで挟んじゃってサンドイッチしちゃおうとすると、これ見てください、めちゃくちゃ湿気たまるような状態になってるから、とにかくカビ入りやすいというところになってて、僕4年間袋のままに入れてるんですけど、基本的に僕の衣装部屋っていうのは除湿機置いてるんですよ。だからずっと除湿機回してるので、まだマシで今のところはカビてないんですよね。だからそれでカビてないだけなんですけど、そのね手入れがね邪魔くさいなっていうところあるんかなと思います。で次がオイルを入れる手間がめんどくさいということがあったりとかたんですけど、まあオイル入れる貼る人もいてるんやけど、まあ丁寧な人ですね。そういうのはちゃんとメンテナンスできる人なんですけど、多分9割9分そんなことしません。オイル取れた？へえ。以上、それ以上でそれ以下でもないっていう感じだけど、もしそれがめんどくさい人はルクアやったかな、ルクアにも店舗あるので、そういうところに持ってってあのオイルやってくださいっていうとやってくれるので、お金払ったらね。あと匂いがちょっときついっていう方もいらっしゃって、僕はやっぱ着てないから匂いがつかないんですけど、これでもしタバコとか吸う人は多分匂いやばいと思います。だから、まあ、本人気づいてるか気づいてないかわからないけども、オイルでタバコって吸い込んじゃうじゃないですか。でしかもまたオイルと変な匂いが混じるんですけど、オイル単品では全然臭ないんですよ。全然匂ってても臭いなっていう感じはないんやけども、なんかと混ざってくるとまずい。で特に居酒屋臭とかって混ざると、赤ちょうちんの居酒屋さんすごいいいじゃないですか、居心地よくて、あそこのハンガー
ガーにこうやってたまにかけるときあるでしょ。あれちょっと壁触ってみてください。触ったらギトギトのときあるから。こんなこともあったりするので、まあ匂いはつきやすい。でそして最後の最後、僕らからしたら致命的なこと、女子受けが悪い。だから奥さん嫌がるんですよ。これ着ていこうと思ったら、まあ僕もそれで着やんくなったんやけども、4年前に買ったとき嬉しくてちょっとデートとか行くときに、あ、じゃあ俺これ着ていくわ、ちょっとそんなん着ていかんといてよ、なんかよくわからんのみたいな言われたんですよ。でなんでなんかっていうと、そもそもオイルが苦手っていう人もいてはるんですけど、やっぱり作業着じゃないですか、この見た感じが。だからその作業着を着ていかんといてっていう風にこう言われがちなんですよね。だから僕このバブア買ってから男の人にめちゃくちゃ言われたんですよ。バブアめっちゃかっこいいですね、僕も買いましたってめっちゃ言われるけど、奥さんからは言われたことないですね。ポップアップとか視聴者さんと会う機会があって、あのうちの旦那もバブア着てすごい拓造さんみたいにいい感じになりました、誰も言うてない。むしろバブアのバの字も出てこへんぐらい、まあ女性受けは悪い。だからこれに関しては年齢問わず女性の受けは多分悪くなると思います。だから男性同士はすごい受けめっちゃいいので、特にこういうのとかレザーはもう僕もめちゃくちゃ褒められるんですよ。まあそんな感じになってますということと、あと毛ですね。動物飼ってはる方はその毛がつくっていうのも言ってはったんで、まあそういうのはあの僕ペット飼ってないんであれなんですけど、そういう毛がつきやすいっていうのも気をつけていただきたいなっていうところで、まあそれがババアのいいとこ悪いとこっていうことなんですけど、聞いてもらったら分かる通り、バブアって言うてしまったらオイルなんですよ。でそのオイルをどこまで許容できるか、でもしくオイルは許容できへんねんけども、バブアが欲しいっていう方はバブアのオイルなしっていうのも全然あるので、ちょっと店舗行ってね、店員さんに聞いてちょっとオイルなしいただけませんかと、で見てもらうのがいいかなと思うし、あとそれ以外にもやっぱりサイズ表記が聞き覚えのないんですよ。僕らからしたら SML はよく聞いたことある、はいはいはいそれは分かるよって、 SML ぐらいだと分かるよって感じだけど、38とか40とか言われた瞬間に頭こんがらがってくるんです。それは何のサイズになるんですかってなってくるから、まあ、とりあえず店舗行って実際油感ってどんな感じなんかなとかね、着てみて、でまあサイズ感これやなとかあれやなとか言いながら、これもし仮にオイル取れたらどうしたらいいですかとか店員さんに聞きながらね、やってもらうのがいいんかなと思います。で店員さんはもちろんいいことしか言わないので、悪いとこってなかなか言いづらいと思うんですけど、悪いとこに関しては実際購入された方々のお話、今のがね、重たいとか車のシートつくとこれ電車乗ってんのがカビが生えてくるとか、あと、まあ、匂いがつきやすいとか、動物の毛つきやすい、女子受け悪いっていうところはあるんですけど、重い最高やん、重い方が守られてる感じすんねんっていう人もいてるやろし、カビさしてなんぼやろと、カビるのも経年変化やっていう人もいてはると思うので、まあ、そのあたりを見ていただけたらいいかなということで、まあ、本日はねババアのよし悪しっていうところをお話しさせていただきました。まあ、僕自身もこれをもっと早く知ってれば、4年以上前に知ってれば、まあバブアはおそらく買わなかったでしょう。だけど、知らなかったので、まあ買ってしまいました。で、それでも僕は良かったなと思うんですよ。このバブア買って、まあこういうイギリスの文化っていうか、あ、こういう形でもう何年も伝統で残ってきてるんですよね。で、このジャケットができた時なんかもう昔なんか僕らまだ着物着てた？ちょっとそれは分からへんけども、まあそんな時代から残ってるようなね、ジャケットなんで、着物着てたは言い過ぎたかもしれんけども、まあそういう歴史を感じれるジャケットになってるんじゃないかなと思います。あとそれと今年新色出るらしいので、気になる人は見てみてくださいということになっておりました。ということでね、本日はバブアのよし悪し紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。